ップジュース、ポップコーン佐藤とジュース鈴木です。今回はタイムリフト、うわーもう一回いいっすか、噛みすぎー。おい今なんてだろ、あるも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 る、ビビりまくったわ。よろしく頼むぞ。今回はタイムリープ特集、イエーイ。タイムリープ、それはいいもの、エモを生み出す、エモを生み出す、こうなんていう、異世界転生とか、うん、まあ、タイムリープ結構タイムリープものって、まあ、通り部を筆頭に流行ってるよね。そう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 、流行ってるし、まあね、BL 業界にもタイムリープという、うん、波が来てる、はい、そう、タイムリープものという波がねこう来てて、うん、まあその中でももうとても良いタイムリープもの、うん、愛おしいからもう一度、作者は新本うら子先生、受けの愛之助くんは、うん、エッチしたら元の時間に戻る、うん、攻めの日比くんもタイムリープしてたっていう、ね、でしかも日比くんはもっと前からタイムリープしてて、そうそう、で日比くんはなんでタイムリープしたかっていうと、愛之助くんが死んだのを見たらタイムリープするっていう、そう、2段階もう友達もタイムリープしてるから、もう4段階ぐらいタイムリープしてるんだけど、うん、でその日比くんはそれこそ愛之助くんが毎回死んじゃうわけ、うん、だからもう日比くんの心はもうズタボロなわけよ、うん、もうどうしても愛之助くんが死んじゃうって、うん、でまあ途中からちょっと日比くん もうおかしくなっちゃって、うん、そうだセックスっていう、そうそう、で、まあ、そうそうそう、みんなでタイムリープを脱するためにどうするみたいな話で、そうですね、また死んでしまう、うんうん、その受けの愛之助くんを持って切なエッチなんだけど、そうそうそう、まあ、最後どうなるか、そうですね受けの愛之助くんがエッチされて開発されていくっていうのも、あーいいですね、見どころ、またねこのストーリーとは別の見どころではあるよね。そうだね、うん、割れたカップを戻すには、作者がオリコリコ先生です。この作品はこの10年前と10年後の受けが入れ替わっちゃうっていうタイムリープ、まあ、珍しい、そうそうそう、ストーリーのそのなんていうか緻密なこう、うん、作り込みみたいなのもあるし、うんうん、本当に映画一本見たんじゃないかぐらいのすごい、うんうん、あの本当にとても、ま、満足っていうか、うんうん、お腹いっぱいになる一冊っていうのね。タイムリープを、うん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 、タイムリープっていうか交換されることによってこの問題が解決していくというか、うんうんうん、解決に向いていく感じがそう良い、いや良い、あの世でお前に好きだと言える作者が木津清先生です。簡単に言うと、うん、受けの子が、うん、こう昔の高校生に戻って、うんうんうん、まあ、トラウマだったことを、うんうん、トラウマっていうかこう思い残してたこととかをこう思い出すような感じのこう、まあ、話だよね、うんうん、でそれで現代に戻ってきて、うん、さあどうするとそう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 いう話よね。うまいね、まとめるの。ありがとうございます幸せになってよ、うーって感じがねすごいね、あのそして感じでね、あのな作品になっております、はい、本当にいやマジハッピーしか勝た、うん、ハッピーしか生き、うん、あなたのおそばに先生が夏の T 先生です。受けの子が、うんうん、まあ、高校時代に戻って、はい、まあ、好きな先輩の、うん、こう嫌な出来事を消してあげたいっていうために、うん、こう紛争するっていう感じやね。そうやね。いや、まあ、それで、まあ、すれ違いとかがね、うん、あり、まあ、気持ち悪いなって思われたりとかするけど、うんうんうん、まあ、それでも先輩のために頑張る受け。もうけなげ、けなげ、本当にけなげの一言よ、これは。いや、本当。本当にね、もう、すごい、いい子なんです。本当に。うちのそばちゃん、いい子なんです。いや、いい子なんです。本当にいい子だから。いや、本当に。幸せになってください。そう、幸せになってくださいっていう気持ちで、もう終始、うんうん、見ておりました。先輩も、うん、先輩で、いいやつなんですよ。いいやつなんですよ。本当に、これそのいい子なんですよ。かっこいいからって、こう、周りにね、誤解されがちな、いいやつなんですよ、本当。いいやつなんですよ。今回はタイムリープの4作品紹介させていただきました。はい、ほんとね、どれもいい作品ばっかりっていうか、もう質のいいものばっかりだから、うん、もう本当にもう言えることは一つ、読んでほしい、うん、お願いします。もう本当にもういいから、最高だから読もうみんな。そう、あと一個ね、うん、愛しいからもう一度はね、10月に出たばっかりだから、そうだね、新作だからね、新作だからぜひ、うん、ぜひ見てみてください。ください。今回この辺で、せーの、バイバーイ。